さあ沼津先制のチャンスになります。決めました、沼津先制です。 PK を決めたのは青木翔太、今シーズン7ゴール目になります。沼津が先制しています。この不幸院のドリブル、微妙な判定でしたけども、 PK の判定、そして青木が落ち着いて決めていきました。今シーズン7ゴール目。